パウル・ルート・ビヒ・エヴァルト・ホン・クライストは、ドイツの軍人、最終階級は元帥。第二次世界大戦で、電撃戦の中核となる、装甲集団の司令官などを務めた、教育者の息子として、ヘッセン大公国ブラウンフェルスに生まれる、1900年、士官候補生として、第三野法連隊に配属される、翌年少尉に任官、1907年ハノー・オファー・陸軍上版学校入校、 1910年中尉に昇進。1914年3月、騎兵隊員に昇進し、第一 SR 連隊に転属。第一次世界大戦の勃発後、単年ンンベルクの戦いに従軍。騎兵大隊長として、前線で戦い。1917年から終戦までは、西部戦線で参謀をしていた。マクデブルク中東時には後に大統領となる、パウル・フォン・ヒンデンブルクと、 ちょっとした知り合いになり、戦後は、ヒンデンブルクと同じハノーファーに住居したことから、もっと知るようになったと語っている。終戦後の1919 19年、義勇軍に参加。翌年バイマル共和国のドイツ国軍に採用される。1922年少佐に昇進。1923年、ハノーファーの騎兵学校の教官に就任。1925年には、 大統領選挙に出馬しようとしていたヒンデンブルクを訪問し政治家になれば政治家としても人間としても面目を失うかもしれないと出馬自粛を進言している。1928年ブレスラウの第二騎兵士団に転属。中佐に昇進し、1931年にポツダムの第九風評連隊長。1932年1月1日大佐に昇進し、 ゲルトフォン・ルントシュテットの後任として、第二騎兵士団長となり、1932年10月少将に昇進、1934年中将に昇進、1936年騎兵大将に昇進し、ブレスラウの第八軍団司令官に就任、1938年2月4日、元陸軍総司令官、ベルナーフォン・フリッチ上級大将などと共に軍を退役した。 クライストは退役の理由を、ルター派教会に属する自分としては、教会その他の宗教問題に対するナチ党の姿勢に賛同できなかったことと、宗教を擁護しすぎたことが原因であると語り、自身が発令した年少兵に対する礼拝への参加命令や、それを撤回せよという1937年における国防軍最高司令部からの司令を拒否したことを例に挙げている。 他方、クイ長官ビルヘルム・カイテルについては、もちろん、カイテルの責任ではない。彼は、党から圧力をかけられてそう命じたのだと擁護している。クライストの頭文字から取られた、第1総合軍の部隊将1939年の第二次世界大戦勃発と共に軍に現役復帰し、第22自動車家軍団を率いて、ポーランド侵攻に参加。彼の軍団は、 ポーランド軍の南方防衛戦突破に成功した。翌1940年、5個装甲手段からなる、クライスト装甲集団を率いて、ドイツ軍の戦方として、西方電撃戦に参加。その先行により7月14日に上級大将に昇進し、騎士鉄十字章を受章。自身でも、あえて言わせてもらえば、フランスで早々勝利できたのは、私の軍団によるところが大きいと述べる一方、 ダンケルクでのヒトラーによる停止命令については危険すぎると考えたのだとして本当に馬鹿げていたと語っている。翌1941年4月、ビルヘルムリスト元帥の第12軍の一部として第1装甲集団を率いバルカン半島の戦いに参加。同年6月、やはり第1装甲集団を率いて、バルバロッサ作戦に参加、ソビエト連邦に進行し、 ソ連軍の国境防御線を突破した。ブロディの戦いでは、ソ連軍の戦車2500両と大規模な戦車線を繰り広げ、ウーマニの戦いやキエフの戦いでは、ハインツグデイリアンの第2装甲軍と協力して、ソ連軍の800両以上の戦車と、敵兵65万人を捕虜とした。1942年1月1日、装甲集団を解消した第1装甲軍の、 司令官に任命される。2月、白洋付騎士十字章を受章。9月には、英軍集団司令官に任命され、翌年2月に元帥に列せられた。しかし独ソ戦の作戦遂行についてのヒトラーと、たびたび意見をことにした。1944年3月29日、ヒトラーとの会談で役職を解任され、バルターモーデルと交代させられた。この際、ヒトラーはクライストに、 有効的な話をし、休養を進めた。クライスト自身は、私が別れの挨拶をした時、軍人として常に落ち度があったとは思えない。とヒトラー自身が言ったと語っている。1944年7月20日に、ヒトラー暗殺未遂事件が発生した際には下タっぽに拘束されたが、釈放されている。敗戦後の1945年、バイエルンでアメリカ軍の捕虜となった。 ニュルンベルク裁判では、証人として、マンシュタイン,ゲンスイら同士と共に、参謀本部の弁護に力を尽くした。クライストは自身だが、参謀本部の維持という問題については我々、全員が一致しているとし、この危機に直面しての団結が、ドイツ民族の精神は、まさに一つである証であり、崇高なことだと述べている。しかし、クライストはユーゴスラビアに引き渡され、戦争犯罪人として、 懲役15年の判決を受けた。1948年にはさらに、ソ連に引き渡され、終身禁庫の判決を受ける。1954年11月、ソ連のウラディミロフカ捕虜収容所で死去した、騎兵家出身だったことや頑固なほどの保守的な戦術思考を持っていたため、当初は、いわゆる機候部隊を中心とした電撃戦には否定的であり、 ハインツ・グデイリアンの革新的な戦略思想を理解できなかった。しかしフランス侵攻終了後に気候部隊の有効性を認め気候戦術理論を謙虚に学んでキエフ攻略などの対素戦で有効に活用パンツァー・クライストとあだ名をつけられるほどまで気候戦術理論をマスターした。ロンメルやグデイリアン、マンシュタインのような派手さはないが堅実で手堅い采配は高く評価され今日でも ドイツ軍における優れた飛行戦術家としての評価は高い。ゴールデンソーン P282 ゴールデンソーン P267 ゴールデンソーン P267 ゴールデンソーン P282 ゴールデンソーン P268 ゴールデンソーン P284 ゴールデンソーン P289 ゴールデンソーン P289 ゴールデンソーン P286 ゴールデンソーン P283 ゴールデンソーン P290 ゴールデンソーン P290291 ゴールデンソーン P280 ゴールデンソーン P273 ありがとうございます。